千秋伝能元無定者は、北森博史による日本の児童文学、推理小説。児童向け月刊雑誌、小学3年生において、1996年4月号から1997年3月号まで、連載されていた。1月につき10ページ前後で構成されており、豊富な挿絵が半分ほどを埋める構成になっている。北森博史は児童向けにひらがな表記の、 北森港名義で執筆しており、差し絵は田黒が描いている。児童文学であるため殺人などの猟奇的な事件は一切扱われず、怪現象や盗難といった事件が中心となっている。ただし子供間での小規模な事件に止まっているわけではなく、超全体を舞台にした刑事事件も扱われる。 連載以降長らく完全な形で書籍化されることはなく、幽霊教室の怪人事件の部分のみが2000年間、パンドラ、S ボックスに収録されているだけであった。北森の生協後その翌年、連載終了からは、約14年後となる2011年1月に、PHP 文芸文庫より、千秋電脳探偵者の名で初めて前作が書籍化された。ただし、 両書籍ともに事件の把握に必要な見取り図を残して、タクロの挿絵はすべて省かれている。千秋電脳探偵社では、扉として長崎邦子が描きを起こした挿絵が使われている。パンドラ、S ボックスにおける北森自身の解説、及び千秋電脳探偵社での足べたくの解説では、本作の書かれた背景が語られている。それによれば、 当時デビュー翌年であった北森は執筆作が構成段階で白紙に戻されてしまったこともあって非常に困窮しており本作はライター時代に付き合いがあった小学館の編集者から紹介された北森の当時唯一の向上的収入源であったという桜町小学校に通うごく普通の小学生伊沢康介は新学期初日に同じ小学校を 同じクラスに転校してきた女の子、高坂千秋に出会う。千秋に一目惚れするコウス介だが、千秋は非凡な推理力を有する少女であった。コウス介と仲良くなった千秋は、コウス介に父が残した自宅のスーパーコンピュータを見せる。そのコンピュータは、バーチャル世界の創造を中心とした、驚くべき性能を備えたマシンであった。 コ介スケは推理力とスーパーコンピュータの助けで事件を解決する千秋のパートナーとなり、千秋や他のクラスメイトたちと共に様々な事件に巻き込まれていくことになる。投稿初日から遅刻しかけるコ介スケは道中で高坂ひな子に呼び止められる。一緒に小学校に連れて行ってほしいと紹介された千秋にコ介スケは一目ぼれしてしまう。 一方学校では学校の正門前の桜並木が一つ残らず枝を切られるという大事件が起こっていた。枝が切られた現場には博物館のものと思われるネクタイ瓶が落ちていた。しばらくして今度はクラスメイトの元気が学校の裏山で UFO を見たと言い出す。二つの事件は関連があるのだろうかコ介スケは事件を千秋と追うことになる。 学校の裏庭にある建物、赤図の倉庫に幽霊が出たと、教室中が噂になっていた。4年生の田口と同級生の原田の二人が、謎の霧に包まれた怪物の声や姿を確認したと、いうのである。興味を持った三年二組の面々は、鍵を借りて夕方、赤図の倉庫に探索に訪れた。そこで見つけたのは、孝介たちが住む桜町の古めかしい地図。 地図の裏には、なんと、宝の存在を示唆する暗号が書かれていたのだった。三年二組の教室では、男女に分かれて二つの話題で持ちきりになっていた。女子たちは、銀行のそばに出没する、よく当たるカード占いの老婆の話題。男子たちは、桜町にやってきた巨大サーカスの話題。孝介たちが占い師を訪れると、老婆はカオルが引いたカードの山を、ピタリと当てて見せ、 さらに、怠け者はいつかは罰を受けるという謎の予言を残した。一方、街を離れることとなったサーカスから、町内全域にサーカスの無料招待状が届く。生徒たちが歓喜する一方で、姫先生は大量の宿題を課して大きなブーイングを受けるのだが、今日はクリスマスイブ、クラス全員でクリスマスパーティーをすることになっている。 朝早くから千秋へのプレゼントを用意して投稿してきた康介だったが、それは皆が一緒で早々と集合するクラスメイトやライバルの多さに康介は頭を抱える。しかし皆で教室に入ると教室の飾り付けやお菓子などの準備が綺麗に消え去っていた。代わりに謎の暗号が残されており康介たちは犯人が残した謎に挑戦することになる。 三日続いて降った雪で、桜町には大量の雪が積もった。風をひいて休んでいる元気を除いて、クラス全員が学校で雪遊びをして遊んだ。たくさんの雪だるまを作ったりと楽しむ中、姫先生の主催で次の日に雪合戦をすることとなる。しかし、翌日学校を訪れると、教室に置いてあったはずの優勝トロフィーが、盗まれてしまっていた。いつものごとく、カオルが、 事件解決に執念を燃やす一方、千秋はあることに気がつく。康介は夢を見た。千秋がもう学校に一緒に行けないと去ってしまう夢であった。時を同じくして千秋は急に元気をなくしてしまい、康介は気が気でない。そして、康介はひなこと食事に行ってきた父親から、高坂屋が立ちの木を迫られていることを伝えられる。そこに入ってきた知らせは立ちの木を迫る。 サイコロ屋敷の家主に泥棒が入ったというものだった。千秋を助けるため、康介は消えた宝石の謎を解き事件を解決することを決意する。北森博士の代表作である、レンタケナチフィールドファイルシリーズでは、探偵役であるレンタケナチの口調が、本作の高坂千秋がゴーグルをつけた時の口調とよく似ている。探偵役となる女性と音向で推理力は高くないが、 探偵役に気がある、パートナー役の温厚な男性という位置づけにも、共通点がある。また、タグロの作品については、宇宙賃貸、猿が層の炭鉱本参観において、同作のヒロインである目は、本作の高坂千秋をもとに作られていることが示唆、されている。ただし、当件については後日タグロ本人ツイッターにより、訂正されている。ありがとうございます。